皆さんこんにちは。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。千葉工業大学入試工科の斉藤です。前回ご好評いただいた全部見せます千葉工大、今回は就職編ということで、理系のそして千葉工業大学の就職や仕事といったところにフォーカスをして皆様にお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速本編の方に入っていきたいと思います。皆さんどうですかね、理系って就職に強いイメージあるんだけども、実際どうなのかなって思ってる方結構いると思います。そういった方に今回この動画を通して私が何を一番言いたいのか最初に言ってしまいます。就職は千葉工業大学お任せくださいということなんですね。はい、ただやっぱりこの動画を見てる受験生の方の中にはもっと学部学科のことを知りたいとか、もっと試験の内容について詳しく知りたいって思ってる方もいると思います。ただ大学選びや学部学科選びをしている今のこの時期だからこそ、仕事や就職といったところに目を向ける必要が実はあるんですね。スライドを見てください。例えば皆さん高校3年生で大学受験をして、まあ、入学するとします。まあ、そうすると皆さんは18歳で大学を選ぶことになるわけなんですね。そしてこの大学をじゃあ4年間通って卒業したとします。すると皆さんは22歳になったと同時にですね、今度は仕事を選ばなくてはいけない時期になります。そうした時に、まあ、自分がどんな仕事に就けるのかとか、どんな企業に行けるのかとか、まあ、様々にですね、重要なポイントはあるんですが、理系の大学を目指す皆さんにとってすごく重要なのはですね、実はこの大学の4年間でどんな勉強をしたのか、それから何の研究をしたのか、それからどんな経験をしたのかっていうことがすごく重要なポイントになってきます。なので言い方を変えると、皆さんは今大学や学部学科選びをしているのと同時に、将来自分が行う仕事の方向性っていうのを同時に決めてると言っても決して過言ではないんですね。ぜひですね、まあ、この動画を通して今までとはちょっと違った視点で大学選びや学部学科選びをするきっかけとして、まあ、この短い動画ですがご活用いただけたらなと思います。今日はですね、お話しすること全部で2つあります。まず1つ目は、まあ、理系という大きい、視点で見た時の就職について、それから2つ目はじゃあ実際の千葉工業大学の就職について、この2点をですね、皆様にお届けしたいと思います。では1つ目ですね、理系の就職について。理系学生が、まあ、就職活動を行う上で、まあ、重要になるポイントはいくつかありますが、今日皆さんに話すのは2つだけです。大学3年生になると本格的に就職活動が始まります。そうした時に自分は学部を卒業して就職をするのか、それとも大学院に進学するのか、ここが選択できます。これがポイントの1つ目です。続いてじゃあ就職となった時に理系の中の自分の専門分野のところに行くのか、それとも理系なんだけども自分の専門分野外のところに行くのか、それともはたまた理系では全く関係ないところに行くのか、この選択があります。これがポイントの2つ目です。ではそれぞれ細かく見ていきましょう。まずポイントの1つ目ですね、大学院について。大学院に進学すると、まあ、どんなメリットがあるのかと言いますと、まあ、学部生に比べて研究をより深く追求することができます。それから学会の発表ですとか、まあ、プレゼンテーションを通して人間力をですね、養うこともできます。それから、まあ、専門的職業への、高い就職率というのがやはり望めますね。こういったところが挙げられると思います。まあ、その代わり他の、学部卒の、まあ、友達と比べて2年就職が、遅れたりですとか、学費がかかってきたりと、そういったところもあります。またですね、まあ、昨年度の本学の卒業生をですね、例えば資本金別就職率、まあ、グラフをご覧いただくと分かるんですけども、学部卒と大学院卒でも結構違うんですね。学部卒になると、まあ、10億円以上資本金を有している企業に行ったのが大体 38% に対して、学部ではなくて大学院を卒業した学生になると、まあ、10億円以上のところは大体 60% と、まあ、こういうふうにですね、グラフで見て取れます。つまり、まあ、大企業、大きい企業に行きたいですとか、あとは自分の研究をですね、まあ、研究職になりたいっていう方はぜひですね、大学院進学っていうことも少し視野に入れていただくのもいいんじゃないかなと思います。続いてですね、ポイントの2つ目、まあ、自分の専門か、それとも専門外にチャレンジするかという話なんですけども、やはりですね、今世の中でたくさんの企業が理系の若い力をですね、求めているんですね。
なので例えばじゃあ IT の知識を持った学生がいたとします。もちろん IT の関連の企業にも行けるんですが、例えば、このコロナの影響で世の中のですね、ウェブ化ですとかシステム化 IT 化というのが加速しました。そういった影響もあるので、例えば、銀行ですとかあとは食品関係、それから、建設なんかもですね、様々な広い分野においてですね、その活躍が期待できます。それから例えば機械や電気電子系の知識を持った学生も、ものづくりのメーカーだけではなくて工場や設備を持ったですね、企業からも求人があったりします。つまり、一見自分の専門分野とは違うような業界もですね、知識、理系の知識やそれから素質なんかを求める企業がたくさんありますので、そういった意味では理系の就職環境はすごく選択の幅が広いと言えるんですね。で、世の中にはですね、たくさんの企業がやはりございます。例えば皆さんもですね、一度は食べたことのあるようなカップラーメン、この商品が実際にじゃあ私たち消費者に届くまでにどんな企業が関わっているのか、少しですね簡単にご説明をしたいと思います。これはあくまでも一例なんですけども、まずはですね、最初に商社と呼ばれる業界で、麺や具の、材料となるですね、原料の買い付けや納品を行います。そこから実際に容器を作るメーカーと中身を作るメーカーに分かれます。これも、このカップラーメンの企業が作っているのではなくて、容器メーカーや食品メーカーに製造委託するような、そういったイメージになります。で、もちろん、商品のパッケージをデザインする会社もあれば、商品の広告を考える企業もの中には入ってきます。そしてじゃあ実際に商品が完成した時にはですね、実際、売るお店ももちろん関わってきますし、作った CM なんかを流すテレビや雑誌、各種広告媒体も参入してきます。こういった様々なプロセス、それから様々な企業が、手を組んでですね、初めて私たち消費者にこの美味しいカップラーメンが届くというふうな流れがあるわけなんですね。で、このカップラーメンの企業のように、私たちにカップラーメンを、提供する企業のことを B2C、ビジネストゥーコンシューマーの企業と言います。それに対して、主に企業間の取引をする企業のことを B2B、ビジネストゥービジネスの企業と言います。実は、理系の学生のですね、力が活かせるのは、特にこの B2B の企業に多いと言われています。あとは一般的にはですね、B2C の企業の方が、例えば、化粧品関連や、食品メーカーであったり、いわゆる CM や広告の露出がすごく高いんですね。なので、世間一般的にすごく知られているのが、B2C の企業。なので、例えば B2B の企業は、世間一般的には私たちに広く名が知られることはあんまりないです。では、有名な企業だからいいのか、有名ではないからダメなのかということになると、実はそんなことも一切ないです。実際に各企業のですね、ホームページとか見ていただくと、資本金ですとか売上高ということを見ることもできますが、そう比べてみてもですね、全く遜色がないです。で、あと続いてはですね、コロナの影響ですね。中には気になっている方もいるかと思います。あとは実際じゃあ自分が大学卒業して就職、4年後5年後の話になりますが、そこまでコロナの影響はあるのか、はたまた、コロナのような今回の不測の事態が起こった時に理系の就職環境というのはどう変わるのか、こうですね説明していきたいと思います。最初に言ってしまうと、コロナの影響はですね、良くも悪くもございます。 NHK の調べによると、今回のコロナによって経営破綻した企業は約、400社今のところあると言われています。特に観光やサービス、それから食品関係のところに影響が大きく出てますね。それに比べてじゃあ理系の、環境どうなったかと言いますと、やはり車ですとか機械系、それから土木建築建物ですね、電気系もそうなんですけども、こういったところにもやはりダメージはございました。ただやはり人間が生活していく上でなくてはいけないものっていうのがほとんどなわけなんですね。なのでもちろんなくなることもございませんし、コロナ収束後にしっかりと回復するということも見込めるでしょう。それから先ほど少し触れました世の中のシステム化やウェブ化、IT 化っていうのが急速に進みました。本学でもですね、オンライン授業での現在やってたりします。こういうふうにもちろん一時的なダメージっていうのはどの業界にもございます。そこからコロナ収束後に回復するとなった時にですね、やっぱりどうしても理系の力、特に皆さんのですね、若い力っていうのがすごく重要な存在になってきます。
なのでそういった意味でも言うとですね、理系の就職っていうのは、まあ、今回のコロナのような不測の事態にも強いと言えるでしょう。では続いてですね、千葉工大の就職についてお話をしていきたいと思いますが、まあ、最初に言っておくと、例えば各学科ごとの、就職の実績ですとか、そういった細かいことはちょっと時間の関係上今回は割愛させていただきますので、この動画の概要欄にですねリンク貼っておきますので、ぜひそこからチェックしてみてください。まずですね、少し前回の動画でも話しました就職率についてです。まあ、この数字はですね、2020年の3月の卒業生の実績になりますが、本学就職率は 98.6% となってます。で、この数字がですね、いくつか、まあ、ランキングにも載ってました。一つピックアップすると、東洋経済から出てるですね、これ、本当に強い大学ランキングというのがあります。まあ、これは、全国の大学のですね、研究力ですとか、教育力ですとか、まあ、今回の就職力なんかもですね、それぞれのジャンルによってランキングを発表している、ものになるんですが、その中において、就職に強い大学ランキングで、本学千葉工大は9位にランクインしてます。それから続いて求人者数ですね。こちらも2020年、まあ、3月の、数字になりますが、15,354社となってます。で、こちらの求人者数ですね、まあ、2013年度からどんどんと、伸びております。で、これ学生1人当たりに換算すると 7.9 倍になります。まあ、どういうことかというと、本学1学年約2300名学生がおりますので、その2300名に対して1万5000社を超える企業から求人が来てます。なので学生は、ジャンルですとか、まあ、方向性を、まあ、定めなければですね、1人当たり7から8社求人が来ているような、計算になるんですね。それから今年のですね、日本経済新聞にも、出てました採用を増やしたい大学ランキングという、記事があったんですけども、ここで千葉工大は10位にランクインしています。まあ、このように、様々な、企業からですね、千葉工業大学の学生は期待されております。まあ、こういった裏側にはですね、やっぱり本学の就職課のサポート様々にございます。まずは学内企業説明会ですね。まあ、各企業の、採用担当者の方が本学の学生のためだけに、まあ、大学に来てもらって、説明をしていただける、まあ、そういったイベントがあります。こういったものを年間150回以上行ってますね。それから年間1300回以上の、支援講座ですとか、まあ、OB、OG の方を招いての、懇談会等も行ってます。まあ、今はこのコロナの影響で、実施はですね、少し見通してオンラインで行ったりもしてますね。それから本学就職課にはですね、プロのキャリアカウンセラーの方も、まあ、就職課の方のスタッフも、おりますので、月曜日から土曜日まで毎日そのキャリアの相談をすることができます。まあ、ここで、履歴書やエントリーシートの添削もできますし、面接の練習もできます。それから本学の就職課の、まあ、サポートの、一つの特徴として、教員と職員がですね、一丸となって学生をサポートするというところが挙げられます。まあ、具体的に言うと、例えば、研究室に所属している学生の、まあ、現在の就職活動の、まあ、状況なんかを教員がですね、一人一人に聞きます。そしてヒアリングシートっていうのを作成して、それをもとにですね、一人一人学生に合ったサポートを行っていくんですね。なかなかここまで、まあ、教職員一体となって、学生とですね、親密に環境を取って、一人一人に合わせて、サポートするっていうのはなかなかお金やってるところも少ないんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ、まあ、千葉工大生になった暁にはこういったさまざまなサポートをフル活用していただいて、充実したですね、就職活動していただけたらなと思います。そして最後にですね、こちら、本学が昨年出した広告になります。キャッチフレーズとしてですね、この国の未来は理系が引っ張ると書いています。なかなかちょっと強気な言葉かなと思うかもしれないんですが、私はですね、決して言い過ぎではないと思います。ぜひですね、皆さんの理系の力、そして理系の知識を高めて、技術を高めて、皆さんの力でですね、この国の未来、世界の未来をですね、引っ張っていっていただけたらなと思います。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。